快晴です。あー眩しい。今日もいい一日になりそうですね。受付前はこんな感じになってますね。ゆきえちゃんが、あとひろやさんが撮ってくださった写真を貼ってくれてます。雨じゃなくてよかった。寝るかな。来てくれた皆さんはね、これをなんか写真撮ってくれたりとかしてますね。さあ今日も頑張っていきましょう。レッツゴー。2日目です。今から、2日目の1回目の公演をしていこうと思います。体調はめっちゃ万全です。1回目の公演は、お昼ということもあって外がめっちゃ快晴ですごい気持ちいいですね。始まったら全部締め切っちゃうんですけど、いい空気でできそうです。15分前になったらここの電気消して一人ぼっちで待機します。さあじゃあ今日お越しの皆さん楽しんでください。とってもいい？いいよ。これをまた動画やん。撮ってていい？なんか終わってから。ベリスのコーヒーやったのにな。あ、そうなん？飲む？うん、大丈夫。なんかもうさっき踊りな、うん、さっきさ、あのスパッツ履くの忘れてて、あのシースルーの下に、うん、それがあの音ちっちゃくなりだしてから気がついて、めっちゃ焦った。履けた。履けた。すげえ勢いでスパッツ探して履いた。スパッツってどの丈？あのパンツ丈。パンツ。あ、それやばいな。うんうんうん。でほぼ見え方一緒やねんけど、ちょっとスパッツの方がしっかりしてんねや。スパッツ履いてて焦りました。3回目が終わりました。よいしょ。皆さんの拍手をお願いします。
女なしでは恋の道は恋が立てないんじゃないかと思います。で、なんてなんてなんてで、あさみちゃんが、今回は全てのアシスタントをしてくださいました。ありがとうございます。で、その時にはつりちゃんが、お手伝いに来てくれております。本日は本当にお越しくださいましてありがとうございました。コロナの関係で皆さんにご挨拶とかお見送りすることはできないんですけども、皆さんまたお会いできた機会でいっぱいお話できたらなと思います。では本日はお越しくださいまして本当にありがとうございました。お気をつけてお帰りください。4回目終了しました。あとは残すはラストの公演ですね。最後は ABCDE か最後の E 公演を残すのみになりました。なんか一瞬やった。そうね、昨日の A 公演公開リハやった時はあ、これあと4回続くんやって思ってたけど、もう一瞬で終わる。1時間、まあ、50分ぐらいですね。50分から55分ぐらいの公演ですけど、始まったら一瞬で終わる。なんか始まって一番最初の曲がちょっとゆったりしてて、でその次ちょっとこう元気にというかリズムのある感じで踊って、もう一回ちょっとゆっくりしたら一番パンチのある曲が来るんですけど、なんかそれが終わったらなんかこうすごい一瞬であとバッて駆け抜けていくかな。後半はあのバラードが来るんで結構踊りやすいけど、フリーの曲が何曲か入ってて、でフリーの曲が一番やっぱ体力使いますね。もうどんなに激しく見えてても振り付けあったら結構自分でコントロールして踊れるから楽なんですけど、フリーがやばいですね。あと1回なんか自分の中でこうしっくりきてるかどうかがもう分からへん分からなくなってきてますね。だからもうあとはもう音楽に身を任せて体を使って踊るのみです。楽しく踊れたらいいなと思います。最後はね、いやもう今年の初めにやるって決めて8月に延期になってからの10月、なんか今日のあと1回終わったらどうなるんやろうっていう気持ちですね。次はまあ11月12月となんかやりたいこともあるんですけど、とりあえず今日をしっかり締めくくっていい一日だったなって言えるように頑張ろうと思います。ではメイク直します。あとちょっとゆっくりして休憩してストレッチして体アップして頑張ります。ではちょっと公園でね使われているものを紹介します。これ電気がねついてたと思うんですけど、これを押してました。カチッと握力がめちゃくちゃいるから左手でネイルが当たらないように気をつけて押してましたね。よし、セット OK。 これぐらいに隠して、よいしょ。あとはもうこれ椅子ですね。ガチャンって言わないようにいつもしっかり押してました。で、後ろの長椅子です、乗っかってました。で、鏡最初は閉じておきます。これ覗いてるシーンがあるんですけど、めっちゃ見えてる皆さんのこと。で、今は衣装かかってるか、ハンガー、椅子で、ゆきえちゃんがセットしてくれたロープと写真たち。ではちょっと休憩してストレッチして最後の公演に向けたいと思います。ラスト公演始まります。楽しく気持ちを込めてしっかり届けていこうと思います。You won't be lonely.
げえ格好ね。じゃあ自分お疲れ様でした。皆さんにメッセージでもありがとうございました。見に来ていただいてこのような格好ですが、頑張って踊れたと思います。5回踊っていかがでしたか？なんかメンタルとかテンションはいけたんですけど、うん、やっぱり体のことをもうちょっと考えて、うん、いろいろやっていかないといけないなと思いました。うん、体のトレーニングしっかりしていこうと思います。でも見に来てくださって本当にありがとうございました。ゆきえさん、はい、どうでしたか？お疲れ様です。なんかほぼ顔がマスクなんですけど、どうでしたか？よかったです。非常に良い体験でした。久しぶりの体験。つりちゃんどうでしたか？楽しかったです。全然思わない。コメント弱さ。3人の喋らんのに目で合図がすごかった。目とオーラーで。めっちゃうんってしか言ってない。